マイケル・カーティスは、ハンガリー、ブダペスト出身の映画監督。ハンガリー名は、ケルテース・ミハーイ。アメリカに渡り、主にハリウッドで活躍した。カサブランカにより1943年のアカデミー、監督賞を受賞した。1888年12月24日に、ハンガリーのブダペストに、アシュケナジム・ユダヤ人の家庭に生まれる。マルコシー大学と、 王立芸術アカデミーで演劇を学び、1906年に舞台俳優としてデビューする。1912年にマエス・ホールナップで映画デビューし、第一次世界大戦では記録映画班に勤めた。当時は左翼思想の持ち主で、1918年にはハンガリーで左翼人名のプロパガンダ映画である最初の長編映画を発表している。 1919年、ハンガリーにおける共産主義革命が失敗したため、ドイツに亡命した。1927年に、同じユダヤ系のワーナーブラザースのジャック・ワーナーから、壊れて、ハリウッドに入り、アメリカに帰化した。1930年代は、海賊、ブラッド、ロビンフッドの冒険などのエロール・フリン主演の映画で、好評を博した。フリントの映画は、 通算8本にも及んだ。1942年に公開されたカサブランカは代表作の1本となった。その後もヤンキードゥードゥルダンディ、夜も昼もホワイトクリスマスなどヒットを飛ばし、いわゆる職人監督としてハリウッドでも一目置かれる存在となったが、1950年代のスタジオシステム崩壊後はほとんどヒットに恵まれなかった。 1962年4月11日、ガンの試し去した。ハリウッド帝国の工房に紹介されている総話として、デビッド・ニーブンが出演した映画、観察気兵隊の現場で監督が、スタッフに対し、乗り手のいない馬を連れて来いというところを、ブリング・オン・ザ・エンプティ・ホーセスと発言したのに、ニーブンとエロール・フリンは、大受けし、 監督の膨れっ面にもかかわらず腹を抱えて笑っていたとされ、後にニーブンはこの言葉を2作目の伝記のタイトルにした。ありがとうございます。